結構自分にかかってる。タワーありがとう。でも僕お誕生日おめでとうってあげる写真なくて困ってる。うん、どんどろお城ありがとう、嬉しいくんです。うん、ピオリンお城ありがとう。私もよろしく。リニアお城ありがとう。みんなさっきイベント終わったばっかなのにありがとう。じゃあね、僕も二十歳なんでね、やってやりたいと思いますよ。じゃーん、子供のビール、ママが買ってきてくれた、ママが買ってきてくれたからこれ飲んでやるや。もう二十歳だから、俺もう二十歳だから。でもこれさ、捨てるのもったいないよな。まだいける。次30歳の時使おうかな。うーんっていう考えしたことある人おると思う。生きてんのかわいい。それが一番恥ずかしい。そう、これ透明のコップもちゃんと買ってきてくれたから。違う、でこれビールってこうやって入れんねんで、で半分以上まで来たらこうやってしたら泡が7対3になる。見てじゃじゃーん。今日かビール入れんのめっちゃうまいのよ。結構ね、あれでした、特技でした。焼肉店員なのでいただきまーいちょ。すごくない？めっちゃうまくない？みんなに添いであげたい、ついであげたい。うん、ハーマイオニー美味しい。これ大好きやねん、ちっちゃい時から。これ考えた人天才じゃない？シンプルに子供が飲めるやつって。そんなん好きやん、子供って。そういうのバー、あ、栗まんじゅうの真似しよう。あーあー、これやる人ほんまに嫌。うん、これはリンゴソーダみたいな味がします。これ大好きだから、リンゴサイダーが多分めっちゃ好きで、シンプルに。ほらリンゴエキス、これめっちゃ美味しいんよ。めっちゃおすすめです。ビールの味と違って甘めなのかな。当たり前よ、そんなシードルとか今度飲んでみたい。何シードルって何？え、それなんちゅう、だから瓶移しとかないとあかん。
なあ。なあ。ばあ。炭酸好き、特にジンジャーエールが好きです。写真撮っとこう。わ、レモンタワーありがとう。ありがとう。飛ばしに行く？分かった。設定してみるな、じゃあ。プロフィール。あ、飛んでる！めっちゃ気利くやん。やば。飛んでるって風船。めっちゃ気利くやん。やばい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 。あ、設定してるもん。飛んでる飛んでる、みんな見てよ。飛んでるよ。じゃあ、ちょっと めっちゃ気利くやんと思って、じゃばーん、本当にかわいい、シャンパン開けてみたそれは嘘やな。じゃじゃーん、二十歳なったか、シャンパンで乾杯しようぜ。これスクショしてほしい、超お気に入り。これで、これこれにこれ持ってたらやばい。二十歳の誕生日やからって調子乗りすぎ、これをこれは調子乗りすぎかも これ持ってさ、11期の LINE に送りつけたい。ちょ、みんなおめでとう、そういえば11期。あかんわ、これ思い知らしとかだな。これ送るな。サクとアンズしか言ってない。わかんで、これ。実機どこや。自分からおめでとうって言わすのめっちゃおもろくない？パーティー、イエイ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 、やば、待って、最悪、死ぬ、待って、最悪やねんけど。キノクに着いたから、まあアンズとサクやろうなと思ったら、アンズに生きりすぎ、サクにダサって言われて、最悪、最悪すぎやろ。めっちゃ笑お、ああ、めっちゃ言われてる、なんかめっちゃ言われてる今日から、あまりにもかわいそう。
死ぬしっかり見てて可愛い。生きろ、イエーイ。自分で動画撮って恥ずかしくなっちゃった。もう一回行こう。よう、二十歳になりました。死ぬ。きょうちゃんおもろすぎる。おもろすぎる。きょうちゃんあのサングラスかけてるエフェクトつけて、私のとずって恥ずかしすぎてやめた。二十歳になって調子乗ってる人みたいで面白い。だって調子乗ってるもん。イエーイ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 。面白い女、あざーす。やばい、ちょっと困難してたらあかんよな。二十歳になったから、え、なんか今年の目標一個あったはず。なんかその真面目すぎひん、真面目すぎひん目標があった気がするんですけど、忘れちゃいましたね。この見立てバレた。チアーズ。え、これめっちゃ可愛くない？ドンキで見つけたんですけど。チジアー、可愛いくるみ。くるみちょっと遅れたけどって言ってきたけど、全然早いよ君。可愛いね。ちょ、くるみんかわいい。きょうちゃんはねえ、きょうちゃんはってばよ。二十歳になったばっかのアイドルがやることなんか、これは。果たして。恥ずかしくなってくるわ。きょうちゃんが一番かわいい。嬉しい。じゃあちょっとゆうねとお酒飲みたいなと思います。ゆうね弱いんですみたいな言ってたからね、それが本当なのかどうか私が確かめてやりますよ。あ、そっか、ゆんちゃん中学生か、間違えたわ。もう一回やるから見てて。あ、ちょっと泡少なかったですね最後。見て、めっちゃうまくない？マジで。ハーマイオニー、こうやってこうやってで、こうするんですよ。知ってますか？こうやってして、で多くなってきたらこうするんですよ。もう飲んでるの当たり前っすよ、当たり前っすよ。もう二十歳なんで当たり前っすよ。やっぱほんまに明日いい一日にできるかどうかは自分にかかってるから、本当にミスしないように頑張って練習します。でもとりあえず早く起きる。結構あのやばい、で明後日はあの生誕祭なのですごい楽しみです。あのシャーシャーに会いたい。
どうよ、イキリミス私の誕生日イキリミス、ほんまに誕生日イキリミスしんよに、ほんまに気をつけます。イエーイエーイイエーイ。でもこれね、折れちゃうのことポキって、それがちょっと悲しいな。きょうちゃんおめでとう。わー、みはるさんやったー、20歳になりました。きょうちゃん見てー、きょうちゃん20歳になりましたよ、ありがとうございます。嬉しい、みはるさん大好き。みはるさん今日かも20歳になりましたよ。可愛くないこれ、ちまさんです。先輩、みはる先輩、きょうちゃん20歳になっちゃった。シャンパン飲むのほら、かわいい、ご飯行こう、行きたい、絶対行きましょうね、絶対に、絶対行きましょうね、絶対に。ラーメン、そうだ、ラーメン好きですよね。おでも好きなんだ。お前もご飯行きたい。きょうちゃんだけでーす。ちゃんちゃん、でもちょっとお腹いっぱいやから、ハッピーバースデークッキー食べられへん。ちょっといつか買います。あ、じゃ食べます、いつか食べる。結婚して、あ、ちょっと今日誕生日だから無理ですね。誕生日の日はあの問答無用で、結婚はできない仕組みとなってますね。出たこの動画のまたげるならまたぎたいです。めっちゃおもろくない、今日かの結構気も、今日かの気持ちてんこ盛りすぎん、この画面。ありがとうございます。ドスコイボンジュールがきょうちゃんに弟子入りしたいっていう気持ち。え、なんかさ、ブログ見たんやけどさ、あのドスコイの写真だったらいいかなみたいな書いてなかった？めっちゃ可愛いと思って。なんかでも大岡さんのグッズを京香に借りようとしなかった、そういう意味やんな、めっちゃおもろかった、なんでやねんと思って。誕生日に結婚する人多い。お祝い事1日1個までがよくない？お前負けられへんやん、弟子入り、弟子入り負けるって。ちょっと頑張って、負けたらあかんよ。小判ありがとう。ねえ、めっちゃおもろかった。え、記念日絶対1日に1個の方がいいって。宝物をあげる感覚なのかな。待って、そういうことじゃない？かわいい、なるほどね。ちょっと待って、愛おしすぎ、それは赤ちゃんやん、かわいい。
歳おめでとう、ありがとうございます。二十歳になりましたっていうさ、なんかツイッター投稿必ずするやん、みんな。どうしよう、今日か、ほんまに載せたい写真なくて今困ってるんよ。めっちゃ可愛くない？そういうことでしょ。宝物の大川さんのグッズを京香に渡してまで弟子入りしたかったかな。可愛い。誕生日結婚記念日にする人多い。誕生日にじゃあもしいつか結婚してくださいって言われたら、いや記念日は1日1個までがいいから明日でよろしくとか言っちゃうかも。言っちゃう可能性あるな。1日1個までがいいでしょ。そんなことないん、みんな。アイスケーキを食べるのをね、これから毎日の楽しみにしたいなって思います。ハートありがとう。何時までにしよっかな。でもね、今日かも結構早く寝ないといけないかな。バタークリームのケーキ、どんなん、バタークリーム想像つかへん。そう、明日公演なんですよ。だからもう練習しないと結構やばくてピンチだから、いや朝まで休みやったらやりたいけど、5時、違うか、夜中までやって。これって何時までできるの、ショールームって。するわけないやん。めっちゃ眠かったのに、なんか目覚めちゃったもん。無限にできんの？なんか無限に、まあでもこんな時しかないもんな。いつか無限にやりたいなって思うけど、今日はほんまに無理ですね。永遠にできるんや。すごい。やりたかったけど、ほんまにイキリミスしたくないからやめときます。本気でやりたかったんですけど、ね、明日休みやったらやったな。来年にかけよう。今日から寝えへんのほんまにあかんねん。ロングスリーパーやから、結構だからいっぱい寝ないと。なんか6時間は一番調子いいけど、5時間めっちゃ調子悪くてね、ほんまに誕生日イキリミスって思われたくないんで、もうほんまに入念に練習していきたいんですけど、ちょっと眠いから今日は早く寝るかも。でも明日会社やんな、みんな労働ですよね。明日多分月曜日やから、誕生日イキリミス結構ね怖い、気をつけた方がいい。誕生日イキリミス一番恥ずかしいって。だって今こんな二十歳になりまして、ウェーイとか言ってやっといて、次の日公演で大ミスしたらもうほんまに、うわこいつ誕生日やからやってなるやん。絶対嫌、ほんまに怖い。しかもいい公演がほんまに慣れてないから、もう不安でしかないです、本当に。結構二十歳の雲行きかかってるから、明日ほんまに失敗したら二十歳危ういってなるけど、大成功したら二十歳雲行きいいねってなるから、一発目かましたいから、やっぱ今日は早寝早起きして8時間ぐらい寝たいなと思うので、もうだから今日は早く寝て明日早起きして朝もかしてアイスケーキ食べようかな。大丈夫、でもねもう結構出てるから、かましたいかましたいって言ってたね。まあ明日かませるように頑張りたいと思います。昨日たくさん配信してくれてありがとう。全然いいんだよ。でもね、明日頑張ったらもうその次の日は私の生誕祭なので楽しみです、とっても。
ケーキはちょっと食べたんですけど溶けてきたから、あの冷凍庫に直しました。見ててね。スタートダッシュ切れるように頑張ります。いきりミスオアカマスオアダイカマスオアダイ。え、そう、明日アズクルッピーでなんかまた集結しちゃうっぽいんであれなんかまた集結するっぽいんでね、楽しみですね。それも楽しみ。じゃあ、まあ今日は40分ぐらいに終わろうと思ってたので、これぐらいで終わりたいと思います。グーグーありがとう。じゃあランキング読みたいと思います。13位、たかひろ。12位、はる。11位、吉宗。10位、きよさん。9位、ペン吉。8位、としさん。7位、けいじ。6位、ぴよりん。5位、どんどろ。4位、ねこなべ。3位、わかび。2位、リニア。1位、うえもんでした。ありがとうございました。はい、すごくね、いいスタートダッシュが切れましたので、今日は早く寝て明日早く起きて本当にイキリミスしないように頑張ります。20歳一発目の公演で結構今後のね、雲行き怪しいか怪しくないか結構明日にかかってるので気をつけたいなって思います。ラップケン、Here we go again。じゃあ20歳になったきょうちゃんでした。じゃあ明日も一日頑張ります。みんなもう夜遅いのに見てくれてありがとう。いきりかましてください。それいいな、いきりかましたいと思います。みんなありがとう。改めて今日のイベントのお礼配信は落ち着いたらやろうと思うので少し待っててください。じゃあみんな、バイバイ。おやすみなさい。バイバイ。